と歯を今日入れて頑張ります。ついてくるのかい。パントマイムの
では会いましょう。実は今さは全国ランチショー2022会いに行くよ新潟公演開演でございます。今日ここの日光の、ロビーでですね、願い事を書く見ました。なんかロビーに絵馬がツリーかな、なんかそこに願い事を書くスペースがあったんで僕書きました。ぜひ探してください。今から、この絵馬に、願い事を書きたいと思います。どうしようかな。僕の音楽でいつまでもたくさんの人が笑顔でいられますようにです。僕らしい願い事になってると思いますけど、14年間こう歌手でございますっていうやらせていただいて、いろんなところにも行かせていただいて、皆さんと出会えたことは本当に僕にとって一生の宝物であります。でも本当になんかすごく皆さんにのりくんの歌に助けられてますっていうふうに言っていただける方も多くて、ああ僕ってすごい仕事をさせていただいてるんだなっていうふうに思うことが多々ありますけれども、いろんな形で曲作りも今してますし、15周年に向けてたくさんいろんな曲を書いていけたらいいなと思います。続いての楽曲は今一緒にタッグを組んでます松井五郎先生と書いた曲なんですが、最近の曲ではなく10年ぐらい前の曲なんですけれども、 Sing for You というアルバムの中に入った曲で、ダビデ・エスポジートさんという作曲家と一緒に共作で書いた曲です。 To もう君にしかという曲、非常にウィスパーな感じのささやき系の曲なので、皆さん耳を澄まして聴いていただければ嬉しく思います。そこには君か、今日
思い出酒。